はいどうも、田原元成です。この動画ではマイナーズカップ、こちらのデータ分析を行っていきたいと思っております。近年は阪神だったんですけれども、今年から京都開催に戻るということで、今回に関して言いますと、過去9年ですね、2012年から2020年、この9年間を対象としたデータ分析といたしました。この動画が何か参考になっていただければ、そう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、まずは人気馬の成績です。こちらなんですけれども、1番人気馬の成績が2223馬券内図 66%。掲示板外になったのがたった1回ということですので、1番人気の信頼度、これは結構ね、高いものと言えるのではないでしょうか。で、それ以外の人気馬見てみますと、3番人気馬、こちらが3勝を挙げておりました。で、あと、そうですね、7番人気以下のそういった人気薄なんですけれども、こちらも6回の馬券圏内がありましたので、割とね、波乱が期待できるそんな一戦となっております。はい、続いてはローテーションですね。こちらなんですけれども、前走中山記念組。まあ、こちらが割と終身勢力になっているというそんな印象です。ただですね、その中山金牌と合わせてなんですけれども、例えば、中日新聞杯ですとか、金古賞とか、そういった前走が芝の1800メーター以上の重賞。まあ、要するに今回距離短縮で臨んだというね、そんな馬の構想が目立っておりました。で、今回の出走馬の中で前走がですね、2000メーター、1800メーター以上の重賞、こちらに該当した馬というのが、例えば、ガイアフォースですとか、シネルマイスター、さらにビーアストニッシュとこの辺りが該当をいたします。今回の距離短縮がね、かなり有効というローテーションになっておりますので、そちらに該当する馬たち、こちらは警戒すべきではないでしょうか。はい、続いては決闘です。こちらなんですけれども、父サンデーサイレンス系。まあ、こちらが6勝ということで中心勢力を担っております。それこそ以前で言うとね、京都外回りといったらディープサンクみたいな、そんなところもあったわけなんですけど、ちょっとね、今回ディープサンクはいないんですけれども、中心勢力としては父サンデーサイレンス系、こちらに注目したいと考えております。主な該当馬なんですけれども、例えばガイアフォースですとかジャスティンスカイ。まあ今とかなり大ブレイク中の北三ブラックサンクにあたるそんな2頭となっております。あとマテンロールヨンなんかもね、サンデーサイレンス系にあたるというそんな馬ですね。そういった血統においては評価上がるようなそんな形となっております。はい、続いては年齢別の成績です。こちらなんですけれども、4歳と5歳。こちらの方が合計7勝をマークしておりました。特に5歳馬が優秀でして、4勝を挙げているという、そんなところがあって、その中には8番人気1着馬。そういった人気質もおりましたので、配当読みというね、そんな意味であっても5歳馬には要注意、そんなことが言えると考えております。で、今年の5歳馬なんですけれども、例えば、前走オープン特別勝ったサバーですとか、シュネルマイスター、ソウルラッシュ、こういったあたりが5歳馬に該当をいたします。過去のデータからの年齢区分、こちらで言うと注目すべき馬たちだと考えておりますので、データのところで評価上がった、そんな形となっております。はい、続いて所属別の成績です。こちらなんですけれども、勝利数と好走率、いずれのところにおいても関西馬が圧倒するというそんな結果となりました。関東馬の成績が1-0-1-20、ということで凡走がめちゃくちゃ目立っているという、そんな状況になっておりますので、この一戦においては関西馬優勢、そういったデータとなっております。はい、次では機種別の成績です。こちらなんですけれども、まあ、毎回ね、言ってるのかもしれないんですけれども、ルメールジョッキーと川田優雅ジョッキー。まあ、この二人がそれぞれ勝利を挙げているという、そんな形となっておりました。で、まあ、勝利こそないんですけれども、例えば、3回の馬券圏内があるレジェンドの滝豊ジョッキー、こちらの方もね、まあ、この舞台の相性としては悪くない、そんなところとなっております。で、該当馬、今のところなんですけれども、ルメールジョッキーが騎乗予定なのがシュネルマイスターでして、川田優雅ジョッキーがジャスティン・スカイ。で、竹豊ジョッキーがエアロロノはこういったあたりの騎乗予定馬となっております。今回の人というね、そんな部分なんですけれども、そこでは評価が上がった3頭と捉えて良いのではないでしょうか。はい、続いては枠順別の成績です。こちらなんですけれども、結構ね、その京都の外回り1600メーター、こう、うちの方からスルッと抜けていくというね、そんなシーンが思い浮かぶんですけれども、このデータ見る限りね、意外にも8枠が3勝ということで、そこまで極端な有利不利はありませんでした。ただ、この集計期間におきまして、馬番4番以内、そこを取った馬がね、馬券圏外になったとして、たったの1回しかなかったので、まあ、やっぱね、開幕週というそんな舞台でもあるんですけれども、一躍有利というね、そこに行こうとは、おそらく言えることだと考えておりますので、外よりは内ですかね、そういった部分として捉えてください。はい、次では客室別の成績です。こちら先ほど、枠順のとこでもちらっと言ったんですけれども、やっぱ開幕週のね、そんな舞台構成ということもありますので、結構前に行った馬が、まあ、逃げ先行馬が6勝ということでね、結構中心勢力になる、そんな形となっております。やっぱ過去の構想だったりですとか、2着に入った人気薄、そういった馬を見てもね、逃げた馬とか先行した馬、そういったケースが非常に目立っておりますので、前走の客室、要は前に行けたかどうか、ここにおいては気に留めておくべきではないでしょうか。
で該当馬の中で、前走が4角3番手以内の先行していた馬、こちらをピックアップいたしますと、例えばキングエルメスですとかシャイニーロック、さらにビーアストニシと、こういったあたりが、ね、前走先行馬に該当をいたしました。この開幕週の京都開催、こちらに適したような、ね、そんな客室だと考えておりますので、結構いずれもなんかひも穴っぽいか、そんな印象はあるんですけれども、そういったところにおいて、ね、注意したい馬たちだと考えております。で最後にお伝えするのが、今回出走する馬の中で好走率が高い、そして低いデータの2つです。まずは好走率が高いデータの1個目なんですけれども、こちらの方がガイアフォース。この馬に該当するんですが、前年の9月以降に5馬混合の G2 勝利実績あり、こちらの条件に該当した馬というのが3001と非常に高い好走率を誇っておりました。この該当馬の主なところを挙げてみますと、例えばダノンプレミアムですとかサングレーザー、そしてグランプリボス、そういったあたりが該当をしておりました。特にダノンプレミアムとサングレーザーというのは、明け4歳馬、そういったところに当たりますので、充実期を迎える馬、そういった馬がね、このレースにおいても力を発揮する、そんな傾向が見え隠れした、そんなデータとなっております。で該当馬のガイアフォース、こちらの馬について補足をさせてください。こちらの馬なんですけれども、金走がちょっとね、2走前菊花賞で、一番人気だったんですけれども、まあ、圏外になってしまいまして、前走の AGCC、 こちら剣道長来きしたね、得意の中山 2200m だったんですけれども、まあ、圏外になってしまいました。ちょっとどうしたんだろうという、そんなところもあるわけなんですけれども、今回の舞台というのが京都外回りの、開幕週の舞台となっております。まあ、ざっくりね、2年近く使われていなかったという条件ですので、それはババはいいですよねという、そんなところも想定はされるんですけれども、この馬自身で言うとね、昨年の小倉の開催におきまして圧巻のレコード勝ちがあったというふうに、開幕週の高速馬場、まあ、これはね、この馬にとって非常に庭と言えるようなね、そんな状況なのかもしれません。確かに金2走で言うとちょっと評価は難しいというそんな状況ではあるんですけれども、前に行って残せるような客室でもありますので、このマイルへの一気の距離短縮がはまる可能性、こちらは考えておくべきではないでしょうか。あともう一個、高走率が高いというそんなデータなんですけれども、こちらの方がですね、シュネルマイスター、この馬に該当するんですが、コバ混合 G1 連帯歴あり、こちらに該当した馬が9年中6年で馬券圏内に入っておりました。まあ、これ当たり前かなと一瞬思われるかもしれないんですけれども、結構その中には人気薄の馬もおりまして、例えば5番人気1着馬のグランプリボスですとか、5番人気1着馬ダノンシャーク、そういった結構人気の盲点にあるね、かつての G1 実績馬、そういったところがこの舞台で復活を果たす、こんなシーンは珍しくありません。で、該当馬のシネルマイスター、こちらについて補足をさせてください。こちらの馬なんですけれども、昨年の秋以降がね、ちょっと、なかなか厳しい結果に終わってしまっているという、そんな状況となっております。ただ、今回の舞台というのが、データの上ではすごくね、G1 連帯歴、コバ混合の G1 連帯歴がある馬、こちらにとってかなり優勢な条件となっておりまして、まあ、この馬自身で言いますとね、おそらく安田記念が一番狙いたいという、そんな条件なのかもしれないんですけれども、それかつてのね、例えばグランプリボスなんかも全く同じような、そんなことを言われておりました。ただそのグランプリボスというのは、この前哨戦でも好走を果たしてしまった、なんだろう、こう一個早めに好走するみたいな、結構そういったパターンっていうのはね、前哨戦でよく見られるというところでもありますので、今回該当するシネルマイスター、この馬に警戒を払いたいと、そう思っております。で最後にお伝えするのが、好走率が低い方のデータです。こちらシンプルですね、前走ダービー強チャレンジトロフィー組、こちらの成績が00120というふうに、1頭も連帯がありません。まあ、この理由としてはね、コース形態が一番挙げられるというふうに考えております。まあ、中山 1600m で言いますと、例えば小回りコースで直線も急半がある右回り、そういった条件なんですけれども、今回の京都開催のマイラーズカップ、こちらにおいてはね、やっぱ3コーナー、4コーナーでこうゆっくり下る京都の特徴的なコース形態がありますので、まるっきり違います。そういったところがね、このデータを生んでいるというふうに考えておりまして、やっぱ前走ダービー強からの参戦、やっぱね、データの上ではプラスとは捉えられないという、そんな印象です。で、該当馬の摩天楼オリオン、この馬について補足をいたします。この馬、昨年のね、マイルチャンピオン、NHK マイルカップの延着馬ということなんですけれども、そこからちょっと、ダービー使ってからがなかなか不振から抜け出していないという、そんな状況ですね。ただその中にあっても、東京新聞杯で、まあ、割といい競馬をして、前走のダービー強でもいい競馬をいたしました。そういった意味でね、この馬自身でいうと結構こう上り調子というかね、復調気配は確かに伺えるんですけれども、今回の舞台ということがね、まだ未知数の舞台でもありますし、やっぱこの馬自身でいうとね、やっぱ僕の中では東京開催とか、前走の中山、そういった条件が合っているという風な印象は否めません。
やっぱそういったデータもありますので、この舞台においてはね、現段階のデータ、ここにはちょっと静観が必要なのかなというふうに思っております。はい、以上でマイラーズカップのデータ分析は終了となります。この一戦なんですけれども、過去のね、京都開催9年間、こちらを抜粋したものなんですけれども、結構その G1 馬であったりですとか、直近の、前年9月以降の重賞成績、そういったところにフォーカスした、そんなデータ分析となりました。この動画が何か参考になったら、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。